こんにちは。僕たちは韓国人バンド BRG でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はキングヌの坂嫁です。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。はい、基本的な説明です。名前はキンヌ、事務所とレーブルはアリオラジャパンでございます。この曲は劇場版呪術回転ゼロのエンディングテーマでございます。坂嫁というのは正夢と反対概念で、実際の事実と逆の夢を意味をします。この度公開されたミュージックビデオはキングとしては初の全編のフィルム撮影を行った作品でございます。この MV の映像監督さんはペリメトロのオスリンさんですけど、去年いろんな角度からこのバンドを見る機会があって、この4人のシーンが洗練されてただ美しく思うことがありました。その姿は羨ましく愛おしく、自分が思う綺麗さをひたすらにフィルムに収めたいと作った作品でございます。それで今日の観戦ポイントは、この曲の雰囲気とフィルム撮影のこの MV の雰囲気がどうやって合わせているかな考えながら見てください。では行きまーす。처음에이바이올린소리가약간꿈으로초대하는느낌이죠되게몰입도가딱생기더라이것만딱들었는데도흡입력이딱있는질감역시필름이랑확실히꿈의느낌이이렇게반대되는것도진짜꿈에서나볼수있을법한그런느낌이진짜잘표현한것같아요센터상이원래첼로를전공했었다고그래요그래서곡에약간그첼로의감성이라고해야되나맞아맞아 그게약간녹아있는것같아요클래식한그감성이센터상진짜못하는게없으시다 진짜지금보면마이크가바뀌었잖아마이크특성을가지고그노래마다조금씩마이크를계속바꿔가면서더좋은소리를찾아가는저모습이정말좋은것같아요아여긴진짜힙합힙합리듬은진짜이번보컬은진짜이구치상의그간혈인스트링같은목소리가돋보이는곡인것같아요진짜목소리를스트링이라고말하니까또되게색다른처음에스트링소리랑이구치상의그보컬이너무잘어울리는거예요전이부분에둘이옥타브차이에두고선같이부르는데뭔가같은음인데화음처럼들리고뭔가폭이넓은느낌을주는것같아요근데진짜전혀다른보컬을가지고있으니까목소리를가지고있으니까그게가능한것같아요진짜막아름다운목소리랑상남자의목소리이렇게같이나오니까확실히밸런스가잘맞는것같아요메인곡이이거랑이앨범에이거랑이치즈잖아요이치즈는약간좀약간좀밝고신나는느낌인데이거약간살짝어둡게느리게그리고보컬도각각다르고그러니까드네다상보컬이랑이구치상보컬딱두개나눠가지고정말색다른보컬다보여준앨범인것같아이번에장비에대한연구를되게많이하는것같아요그건반도되게빈티지한거구하기힘든거쓰고계시고마이크도되게사실일반적으로많이쓰는마이크들은아니거든요그곡에따라서연구를많이해서그걸맞춘거예요그래서저번에뭐냐친해탕상이쓰던건반샀다가빨래거리좀하다가팔아버렸어안맞아갖고저랑아색깔이안맞는
되게 약간 구렁이 담 넘어가듯이 슬쩍 쌉이 잘 가는 것 같아요. 원래 다른 곡들은 막 이제부터 쌉이 가요 이러고 빌드업이 있는데 맞아 맞아 이 곡은 그냥 슥 그런 이게 딱 진짜 꿈에서만 들릴 법한 약간 그런 소리 같아. 아우 목소리도 그렇지만 배경이 저렇게 있으니까 요정 같은 느낌이 든다. 곡에 영화가 있는 것 같아요. 곡 안에 이것저것 감성도 많고 아이디어도 많고 이게 이치즈랑 같이 둘 다 되게 좀 좋은 기록을 냈다고 해요 이번에. 그래가지고 친해다 상도 이렇게 잘 될 줄 몰랐다고. 근데 아직 쟁여둔곡이 많으니까 혼신의 릴리즈를 하겠다라고 말씀을 하셨더라고요. 아 여기서 더 쟁여놨으면 진짜 그것도 너무 기대돼요. 그니까 약간 그 어려운데요 곡이 되게 진행도 어렵고 훅훅 바뀌고 그중 그 와중에도 이제 대중들이 빠질 수 있는 포인트를 만들어놨어요. 마련해놔서 여기는 어렵지만 여기 빠지세요 하고 이렇게 가이드라인이 곡의 안에 있거든요. 되게 힘든 건데 다들 막 가죽 같은 옷으로 맞춰 입은 게 되게 멋있어. 원돈이 쓰고 됐어요. 네. 이마 뭐 유메 이 유메 밑대로 간지가 쓰는 데스. 昔のこと思うときフィルムみたいに見せてるんじゃないですか。そういう感覚でちょっと思いたくなって、たくさんが言った通りいい夢を見てるかなと思いました。結構聞いたら。これはロックっぽい、これはもうポップっぽいもあるんですけど、やっぱりキングはなんかキングっぽい、なんかこう特別な雰囲気が本当におしゃれだと思います。진짜드라마한편에딱들어가있어여러가지감정이많이들어가있고음악흐름에도다들어가있잖아요그죠그죠다싹이렇게아진짜엔딩크레딧같다영화프랑스영화아どうでしたか喉が治ったら叫びたいくらいいい曲でした。キングの MV 見たらいつも感じれることは、イントロだと全体のストーリーを見せるんじゃないですか。なんかこの感じがこう5分4分くらいの一曲で全部バー入っている感じで、本当におしゃれでフランス旅行行ってきました。曲のチャートを見たら結構上に2曲とも入ってるんですけど一途とこの坂上でここまでちょっと色を濃くして自分たちの色を濃くして最上位までいけるっていうのは本当すごいことだと思いました。ドラマさんが演奏した時見ましたらこちらに電子のパッドのドラムがありますけどもう最近買いましてずーっと研究してますけどその姿で使えるんだもうちょっとびっくりして早くもっと早く勉強と研究を終わってライブに早く近いたくなりました。僕もイチズから坂夢全部見たんですけどさすがキングのはもう簡単と感動2つ全部もらえる幅が広くてもうジャンルとかいろんなことができるバンドでこの曲は悲しいけどいい夢見た感じでした、本当にいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。